ゼミと夏休み。どうもアラヤンです。今回新しくやっていくのがこちらのミンミンゼミと夏休み虫取りゲームなんですけどね、武器集めの制作者様が作ってた別のゲームなんですよ。でまたこれも普通の虫取りゲームじゃないみたいで、そんな風にゲーム説明欄に書いてあったんでねこれもいっぺんやってみたいなと思いましてね、あの作者さんのセンスにハマっちゃいまして、こちらもやってみようってとこですね。まあとりあえず初めからオプションってなんかあんのか、まあ音量ぐらいですね。まあとりあえず初めからスタートしましょう。クソガキ主人公の名前クソガキでスタートするんですねちょっと待って、削除どうすんだ、開こうか。とりあえずいつも通りアラヤンにしますか。とある夏休み、よっしゃ行け強し。うわー、やははは、また俺様のカブトムシの勝ちだな。あー、虫同士で勝負させてるんですね。子供の時そんなことやりましたね。くっそー、僕の金分がなんで金分でいったんやろね。絶対負けるに決まってるやん、カブトムシに。せめて何かね、クワガタとか、それこそ卑怯ですけどザリガニとかさ、そういうので行った方がいいんじゃないですか。言っただろ、俺様のカブトムシは世界最強だって。お前みたいな弱虫がこの俺様にかかってくんじゃねえよ。わーか、帰れ帰れ、ギャハハハハえらい言われようやな。うー、あー、僕んち。あら、あの四クマがいますね。クマの剣欲しいな。くっそー、また負けちゃったよ。なんだよあのカブトムシ、あんなの反則じゃないか。いくら僕の金分が頑張ったってあんなの勝てっこないよ。僕じゃ無理なのかな。誰これ、お父さん。あれやん、何メソメソしてるんだ。泣き虫は男じゃないぞ。お父さん、よしあれやん、父さんと一緒に強い虫捕まえに行くぞ。おお、いいお父さんですね。え、本当に、やった、はっはっは。さあ早速出発だ。ああ、秘密の森秘密の森、お父さんの秘密の森ってことですか。よし着いたぞ。この森はレアな虫がいっぱいいるんだ。父さんも子供の頃よくここで大物を捕まえてたもんだよ。へえ。あ、お父さんあそこ。お、早速いたな。あいつはでっかいぞ。それじゃあアラヤン、これをお前に渡そう。虫取り網を手に入れた。虫かごもゲット。これは俺が子供の時から使ってる宝物の網だ物持ち良すぎでしょう。これを一振りすれば捕まえられないもんはない。俺が保証するぞ。捕まえた虫はこの虫かごに入れるんだ。お父さんありがとう。さあ早速そいつを使ってあの大物を仕留めてくるんだ。よっしゃ頑張るぞ。シフトキーまたはマウスホイールボタンで網を振る。網を振ると目の前のターゲットを捕まえる。捕まえることができるます。エスケープキーか右クリックでメニューを開きます。メニューでは捕まえた虫を見たり逃がしたり、図鑑を見たりセーブしたりとかができます。とりあえず早速あいつを捕まえてみよう。あ、こういうことですね。網を振るのが、こうね。あー、もうなんかこの、武器集めん時のイメージで木とか捕まえられそうな気がしてならない。ヤマトカブトムシを捕まえた。図鑑に書き込んだ。超普通のカブトムシ、日本で取れるカブトはほとんどがこれ。おお、すごいぞアラヤン、そいつはヤマトカブトムシだ。初めてなのによく捕まえたぞ。アラヤンは俺の才能をバッチリ受け継いだみたいだな。はっはっは。すごい、とっても強そう。こいつを使えばもしかしたら強しくんのも。この調子でどんどん捕まえて強しに勝て、アラヤン男としてな。お父さんありがとう。
よし、たくさん虫を捕まえて剛くんのカブトムシをやっつけるぞ。あ、お父さんいなくなっちゃいましたね。もう虫は捕まえらんないのか。やっぱりそういう系のゲームか。大きな木を捕まえた。結局これは虫以外のものでも何でも武器集めと一緒で何でも捕まえられるってことかな。森とかに生えている大きめの木、大きいので虫かごに入れるのに割と苦労した。どんな虫かご使ってんすかね。ってことはこんなのも、あ、いけるね。草むら A、 森に生えている草むら A、 野生のポケモンが飛び出してきそうだ。大丈夫っすか。草 B、 そこら辺に生えている草 B、草 A より2ミリぐらい大きいような気がする。これは草 C、 そこら辺に生えている草 C、 お得な3点セットで出血大サービスだ。これじゃあ草 A かな。あ、これ草 B か。これが草 A か。草 A、 そこら辺に生えている草 A、 この他に草 B と C がある。ニワトリもいけるでしょ。ニワトリ、そこら辺を歩いていた野生のニワトリ、よくコケコッコーと発狂していてうるさい。ニワトリってそういうもんですけどね。おー、でかい。草むら B、 広大な自然の生命力を感じる。あー、ってことはやな、これもいけるんじゃないですか。枯れ草 B、 枯れ草 A と比較して大きめ、冷静に考えてただのゴミだしいらない。いや、まあそうっすけどね、枯れ草なんかね。これは同じアイテム2個捕まえたらどうなるんだ。あ、いや、結構いっぱいあるな。思ったよりめちゃくちゃあるぞ。結構いろいろ、図鑑完成には結構時間かかりそうですね。虫かごは、あ、アイテム数もあるんですね。2個とか1個とか持ってるな。じゃあ捕まえといて損はないのか。白い花、白くて可愛いお花、汎用性が高くツクラーという人種には大人気らしい。ツクラーって何？ RPG スクールでゲーム作る人のことかな。枯れた木、枯れてしまった木、これをたくさん置けばホラー感が増大するぞ。どうでもいい。石ころ、落ちてた石ころ、これを投げて剛くん本体を倒すという作戦もなしではない。虫の勝負じゃなくなってっけどな。この辺は全部一緒ですかね。倒れた木、倒れてリスとかの住処になった木。残念ながらこのゲームにリスは登場しない。そんな情報なくてもよかったな。赤い花、赤く綺麗なお花、乙女の真っ赤に燃える熱い恋心を表現しているかのよう。急に詩人みたいに。赤いキノコ、こんな見た目をしているキノコに毒が入っていないわけもないので、後でお父さんに食べさせてあげよう。怖いなこいつ。切り株、思わず座りたくなる切り株、多分多くの人が座ったためバイキンがいっぱい。これは石ころかな。これ草 C っすよね、ですね。これは枯れ草 A、 正直枯れ草ごときに A や B をつけていたらキリがないと思う。それは確かにそうなんですけど、まあ、ミヤマクワガタゲット、ミヤマクワガタゲット、ワイルドな形の頭を持つミヤマさんが名付けたわけではないらしい。あ、大きな木いっぱい捕まえれますね。この地面は無理なんですよね。これとかは、あ、無理ですか。上はどうだ。あ、こっちもいっぱいありますね。これは草 A かな、草 B、 これ草 A、これキノコね、茶色キノコ、とても美味しそうに見えるが実は猛毒を含んでいて危険なのでお父さんに食べさせてあげよう。この子はキノコと見たら全部お父さんに食べさせる気なんすかね。コケ切り株、時が経ちコケに覆われてしまった切り株、自然の力を感じるなぁと思った。あ、大クワガタゲットですね。プロビカルのダイヤのようなボディを持つ、正直戦わせるよりかは売り払いたい。お、草むらしい、草むらしい、なんだって。森に生えている草むらしい、草で足を切らないように注意が必要。これ面積っていうステータスがあるんですね。面積118坪、でけー。
どうやって虫かごに入ってんだ。さあこれは何？青い花。青く染まったお花、その美しさは日々蓄積された妬みや憎悪を洗い流してくれる。小学生のコメントじゃねえな。臭い花。あーっと見逃しちゃいました。臭い花はめちゃくちゃ臭い花。なんで森に生えているか心底謎であり、本当に勘弁してほしい。クワガタゲット。一番捕まえやすいクワガタ、実はそこまで小さくはない。これ何？謎の草。これこそポケモンじゃないですか。何なのかよくわからない謎の草、適当に生やしとけという思考が見え見えだ。ゲーム作った人の思考ですよね、それは。落ち葉。辺り一面緑色の森の中でこの落ち葉だけ紅葉しているので本格的に意味不明だ。これ枯れ木かな。あ、オッケー、ツタゲット。崖を覆って生えているツタ、つい登りたくなるが時間の無駄なのでやめよう。こっちはツルか。ツルですね。なんかの食物のツルのようだ。これを鞭のように叩きつけると草タイプの技になる。ってもんじゃないですか、本当に。これ何？これはツタ。これは？あ、ああ、崖ごといっちゃった。崖を捕まえた。森の奥に佇む巨大な崖。行く手を阻むその姿はどこか神秘的だ。神秘的だ。割れ目を捕まえたかったんですけどね。間違って崖やっちゃいましたね。間違ってというか、意外にこっちに行っちゃうっていう。この花はなんだ？あ、木。違う。これ。オレンジ花。オレンジ色の丸っこいお花。他の花と比べてパッとしないし微妙な立ち位置だ。そんなこと言ってあげなくても。これは？あ、いけちゃう。川がいけちゃう。綺麗な川だ。水が澄んでいて美味しそう。自然の力に感謝しよう。結局何でもいけちゃうわけですね。やっぱそうですね。さすが武器集めの制作者様だけありますね。ネプチューンオオカブト。世界で2番目に大きいカブトムシ。細長い2本の角でリモコンを取るのに便利そう。リモコン取りにクワガタ使っちゃうんすか。あ、カブトか。さあこんなもんかな。とりあえず拾えるもん全部拾ったから、いろんなところで虫を捕まえ、つよしくんに勝てるように頑張りましょう。つよしくんは決戦の公園にいるようです。あー、一回家行きますか。家のものも捕まえられそうですもんね。おっと、茂みゲット。いい感じに切り揃えられた草の茂み。特にそれ以上のコメントはない。街灯かな。そこら辺に立ち、夜の街を明るく照らす。そこに虫がうじゃうじゃ集まるため、マジでキモい。これは石ころかね。木。そこら辺に生えてる木、揺らしても100ベルや家具は落ちてこない。これワンコ。あ、ワンコ捕まえちゃいました。野良犬。そこら辺を歩いていた野良犬、ペットにしたいがタマが襲われるのでやめておこう。タマってのはあの屋根の上にいてる猫のことかな。タル。空いたスペースにとりあえず置くことでお手軽に空間を埋められると大人気のオブジェクトだ。制作者サイドの意見ですよね。薪。かまどで火を起こすための薪。それ以上でもそれ以下でもない。おー、タマ、にゃー。もうタマどうした？ごにゃー。なんかタマが加えてる。ツルハシのレシピを手に入れた。これ夏休みの自由工作に使えるかも。僕の部屋で今度作ってみよう。僕んち2階の机の上にある道具箱を調べると工作を行うことができます。工作にはレシピと素材が必要です。レシピはいろんなところで見つけることができます。レシピに書いてある素材を集めると工作ができます。あー、アイテムを作るためのものか。お前の鳴き声は可愛いな。はい、タマ捕まえよう。僕んちのペット猫のタマ、よくつまみ食いしてはゴロゴロ喉を鳴らして甘えてくるので怒れない。煙突も、あー、やっぱいけちゃうね。僕んちの屋根に刺さっている煙突、とりあえず刺しといた感が溢れ出ている。そんなことないと思うけど、これはしごもいけるんじゃないの。いけちゃうね、はしご。しばらく使われていないはしご、屋根の上に登るのに必要だ。はいよ。これもいけるかな。いけるね。アプローチ。玄関前の石でできたアプローチ、
ちょっとシャレオツな感じで、シャレオツな感じイズある。かかしですよね。お父さんが作ったやつだ。センスがまるで感じられない。この子はお父さんに冷たいな。かかしゲット。畑にそびえ立ちカラスを追い払う。しかしカラスが学習し、すぐに効果はなくなるぞ。井戸もいけますよね。地下水を汲み上げるための井戸、そこには小さなメダルが落ちている可能性が。なんて書いてる、あれなんて読むの、これビレーソン。なんだ、可能性がないってことか。さあこれは稲、黄金色に輝く稲、両手に持って全裸で走ると通報されるという噂だ。これ何、これはキャベツ。新鮮シャキシャキキャベツ、塩ニンニクごま油で揉み込むとやみつきのつまみが完成。小学生でしょ。人参、立派な人参、カロテン豊富で美容にも健康にも効果大。ちなみに作者は嫌い。畑も行けちゃうねやっぱりね。僕ん家にある畑、つい捕まえちゃったことはお母さんとお父さんには内緒にしよう。絶対バレるやつやん。ノコギリクワガタゲット。いい感じの鋭い角を持つ。これを鼻穴に差し込むと気持ちいいと話題だ。絶対痛いでしょ。白い鼻ですね。この辺は草 ABC ですよね。あ、炎を捕まえた。メラメラ燃える炎、虫かごに入れる際手を 90% ぐらい火傷したが気にしていられない。大丈夫かよ。おお、虫取りは順調か。何かわからないことがあったら聞けよ。虫の捕まえ方はさっき聞いたよね。メニューの使用、あ、これも見たね。逃がした虫はしばらくすると元いた場所に戻っていきます。あー、じゃあこっちダメなもん取ったらこれで戻しちゃいいのか。工作、僕ん家2階の机の上にある道具箱を調べると工作を行うことができます。工作にはレシピと素材が必要です。これさっき読んだやつね。それから最後何、剛くんとバトル、決戦の声に似てる。あ、さっきの。アライアンは1ターンに1匹ずつ持っている虫を選んで戦わせることができます。虫によって攻撃したり回復したりと効果は様々です。なお戦った虫は消滅しますが、バトルが終わった後また虫かごに戻ってきます。安心して戦わせましょう。一つの戦闘の中では1回しかその虫は使えないけど、使っても消えるわけじゃないってことね。負けても何度でも挑戦できます。たくさんの虫を集め勝てるように頑張りましょう。はーい、父さんこのチュートリアルだけなんだったら捕まえちゃう。やっぱり僕のお父さんだ。足が臭い、いつもフラフラしてるが仕事は何をしてるのか不明。石かまど、ああ見逃しちゃいましたね。石かまど、石かまど、これですね。結構埋まってきたな。上手に組まれた石かまど、石で囲うことで熱を逃がさないという天才的なアイディア、昔からありますけどね。あ、これお母さんか。あら、アライアンどうしたの、夏休みはたくさん遊ぶチャンスよ。ただし宿題はやりなさい。お小遣いをねだる。お小遣いをねだるには勇気が足りないようだ。何勇気って、そんなステータスあんの。お母さん捕まえました。世界最強の生物、僕のお母さん。怒ると口から炎を吐き出し全てを焼き尽くす。昔の漫画ですよね。絨毯、僕ん家に敷いてある絨毯、微妙なデザインだがこれしかなかったらしい。丸い椅子、丸い椅子、僕やお母さんお父さんのケツの菌がたくさん付着していることだろう。言い方がね。これは何、コーヒーセット、優雅なひとときを過ごす大人のコーヒーセットだ。飲みすぎるとカフェイン中毒になる。でかいテーブル、家族で囲む大きめのテーブル、僕が子供の頃から使われている。床は捕まえらんないね。壺、他人の家の壺は勇者に限り割って中身を確認してよいと法律で定められている。RPG の鉄則ですよね。観葉植物、部屋をいい感じにするインテリアだ。何の植物かは僕も作者も知らない。これ何、お米タワー、米袋を積み上げたっぽいやつ、これだけあればお米には困らないね。適当、これは本、
何かが書かれている本、断じてけしからん内容の本ではない。そんなこと思ってなかったな。サイドテーブル、何かを載せておくのに便利なサイドテーブル、縁の下の力持ちって感じだ。いっぱい捕まえるもんあんね。冷蔵庫、何かつまみ食いしようとするとそこにいる女の人が鬼の形相で襲ってくるので注意。お母さん捕まえちゃったよ。もうキッチン、ところどころ錆びついたキッチン、排水口がすぐ臭くなるので手入れが大変。まな板セット、包丁とまな板のセット、グラフィックの都合上何かを切りかけている状態のままである。これは換気扇ですよね。火を使った調理の時は必ずつけよう。掃除をしないとフィルターが黒ずんでしまうので注意。コンロかな、コンロ台、しつこい油汚れで黒ずんだコンロ台、その黒ずみはまるで僕らの心のよう。なぜ。食器棚、食器や調味料が入った棚、ほとんど使わない食器もたくさん入っている。パン棚、パンがたくさん入っている棚、パンでパンパンって感じだ。すみません。作者の謝罪が聞けましたね。花の絵、美しい花の絵、とても綺麗だと思った。粉みかん、粉みかんって何。かわいい花瓶、かわいらしいピンクのお花がたくさん入った花瓶だ。見ていると心が安らぎ、生きる希望が湧く。植木鉢、コスモス的ななんかの花が刺さったちょい大きめの植木鉢、いい香りが部屋を包む。草のプランター、綺麗な草が植えてあるプランター、部屋に緑色を与え癒しをもたらしてくれる。黒いテーブル、長方形の黒いテーブル、心なしか高級感がありなんかいい感じだ。これは自分の部屋につながってるんですね、やっぱりね。あそこに虫がいてるぞ。ヘラクレスオオカブトがこんなところにいてる。世界で一番大きなカブトムシ、カブトムシ界のチェホンマンといったところか。これ観葉植物かな。机、あ、でも机捕まえちゃったら工作できないんじゃないの。僕の勉強机だ。そういえば夏休みの宿題は手をつけてないが気にしない。あれんだ、夏休みの終わりはまだまだ先だ。大人になる前にこの暇な学生時代を満喫しよう。あ、これが工作棚ですね。レシピ、ツルハシ、木と石ころでできる。あ、ツルハシ作りましょうか。あ、こうやって工作することで埋めていく図鑑もあるってことか。道具箱、夏休みの工作に使う道具箱、これがないと工作ができないぞ。四角椅子、四角い椅子、四角いので座るときに角がケツに刺さることがあり割と癖になる。本棚、学校の教科書とかを入れてる本棚、やましい本などは断じて入ってない。時計、よくある感じの時計、このゲームには時間の概念が存在しないので無意味。これ絨毯ね。ジェームズ、あ、名前は武器集めの時と名前が一緒ですね。青く澄んだ色の男の子、正義感にあふれいつも絨毯のダニと戦っている。ブラウン、ランコみたいな色の男の子、頭が良い、よくトイレに流されそうになるのが悩み。キャサリン、燃えるような紅色の女の子、大好物はビールともつ煮込み。おっさんやん。トム、闇のように黒くて暗い男の子、将来の夢は実家暮らしのニート。袋置き、何の袋かも何のための棚かもわからない謎に包まれた物体。本置き、本が置いてあるよくわからない棚的なやつ、こんなに高所にあったら誰も取れない。そりゃそうっすね。これタンスですよね。驚愕な家具、今までこいつによって幾人の左足の小指が爆散したかわからない。ベッドですね。毎朝会社や学校に行こうとしても身動きが取れない現象の戦犯だ。ベッド、ベッド、ベッドに、これは小さな花瓶、ちょこんと小さな茶色の花瓶、いい香りでリラックスした眠りを与えてくれる。サイドテーブル、これはお城の絵、立派なお城の絵、すごく上手だと思った。粉みかん、粉みかんって何なんですかね。階段は、あ、取れる、階段捕まえた。僕ん家の2階に行くための唯一無二の手段、これなくして2階には上がれない。これっていうことはさ、下り階段もあんのかな。そんなこともないのか。これ下り階段っぽいんすけどね。
さあ出てみましょう。これ多分家も取れるよな。やっぱりな。僕んち、青い屋根のお家、ところどころガタついてはきたが、9年間ずっと暮らしてきた大きな大好きなお家だ。扉、ドア、僕んちのドア、空き巣から僕んちを守ってくれる最後の砦だ。これ部屋入れなくなりましたね。道とかは捕まえらんないですね。さあ決戦の公園も行ってみましょうか。あー、ここもいっぱいアイテムあるね。ここはみんなの公園です。マナーを守って使いましょう。はーい。なんか書いてある看板、何が書かれてるかって、その答えは君の心の中にある。なんで急に詩人みたいになるんですかね。噴水、水をピヨピヨと吹き出す公園の代名詞。めちゃくちゃ汚い水なので飲めそうにない。これは無理。これはなんだ、砂場かな。あ、砂場ゲット。砂場で用を足した不老者のあんなものやこんなものを含有する可能性があるので注意。言い方がね、滑り台。たまに頭の悪い高校生が滑ろうとしてケツをはめて抜けなくなっているのは実に滑稽だ。オフェンス。公園を囲うフェンス、手が滑って捕まえてしまったが、わざとではないので仕方ない。完全にわざと言ったけどな。激顔彼女、うふふ、私も好きよ、ありがとう。キモオタ彼氏、愛してるデュフ、僕好きすぎて、叫びたくなっちゃうデュフ。あー、なんか騙されてる感じっぽいけど、捕まえちゃいます。激顔彼女、隣にいるオタクにはもったいなすぎる激化は彼女。それで本命はどこにいるの、言ってごらん。キモオタ彼氏、キモオタクのくせに激化な彼女と付き合ってる。どうせ足と ATM としか思われてないよ君。ベンチ、公園に来たいとが座る、たまにカップルが座る。僕から言いたいことは、リア充は爆発しろ。コーカサスオオカブト、世界最強のカブトムシ。3本の角で挟まれたら最後失禁不可避。ゴミ箱、きちんと表示に従い分別すること。家庭ゴミの持ち込みはご遠慮ください。自販機、お釣りの出口と下の隙間をチェックしたら、あとこいつに用はない。そんなこともないけどな。少年 A、 うわぁ、あらやんじゃん、マジウケる、本当お前やべえよな、金よこせよ。うるせえ、シナリオにすら出番のないモブ、てめえはそうやって一生強者の裏に隠れていい気になっていろ。う泣かしちゃいましたね。捕まえよう、少年 A。 つよしくんにくっついて回る少年 A、 言いなり、キョロ獣、別名金魚の糞。少年 B、 大洗やん、どうした、つよしくんに何か用か。つよしくんはここらで一番強い、超強いからやめときな。いや、マジ強すぎてほんとすげえんだ。うるせえ、てめえはつよしくんの強さを自慢して終わりか。てめえはどうなんだ、己の力を誇れるような男になれよ。むちゃくちゃ饒舌ですね。は、俺は強くなりて、また泣きましたね。捕まえよ、少年 B。 つよしくんにくっついて回る少年 B、 勘違い、スネオ、別名コバンザメ。これはなんだ、なんもない。このおじいさんは、うむ、お主、そのオーラ、さては虫捕り少年じゃな。もうなんでわかったのですか。何、わしも昔虫捕り少年での、虫捕り少年は匂いでわかるのじゃ。さらにわしは虫捕り少年が今まで何回網を振ったか見当てることができるのじゃ。へえ。お主が今まで網を振った回数は177回じゃ。もうそんな振ってんのか。どうじゃ、すごいじゃろう。すげえ、どうでもいい。心の声が溢れてますね。捕まえよう。知らないおじいさん。公園にいた知らないおじいさん。なぜか僕が網を振った回数を言い当てる無駄な能力を持つ。これで捕まえられるもん全部捕まえたかね。あと図鑑。あ、でも結構まだ埋まってなかったりするんだな。工作で作らないといけないものもありそうだから。あ、ペットボトルもあるね。まあでも半分以上は一旦埋まったかな。さあ、つよしくん話しかけよう。つよしくん、老けすぎでしょ。この顔なんですか、同級生じゃないの。あ、あらやんじゃん。お前、証拠にもなく、またしても俺様に挑戦しようっていうのか。挑戦、ちょっとまだいいや、いいえ。ギャハハハ、だよな。俺様に挑むには、ちょっと、
1000万、1億兆計万年ぐらい早いよな、かな。バーカ、帰れ帰れ、ギャハハハハ。捕まえるか。ケース君。町内で虫バトルをしたら最強。学校でもカースト最上位で誰も逆らえないぞ。やったー、ツヨシ君を捕まえたぞ。あれ、完全勝利だ。あ、勝ったことになるのか。イエーイ。めちゃくちゃ荒ぶってんぞ。アラヤン荒ぶってるね。こうしてアラヤン君はツヨシ君に完膚なきまでの大勝利を収めたのです。めでたしめでたし。エンディング6分の2、ハッピーエンド。6種類エンディングが用意されてるんですね。このゲームを遊んでいただきありがとうございます。もしかしてまだまだ遊び足りない感じですか。あー、全然足りない。お腹いっぱい、二度とやるか、クソくらい。全然足りない。そんなあなたに朗報です。このゲームに用意された6つのエンディング、そのヒントを読めるようになりました。タイトル画面エンディングリストからチェックしてみてください。ほう、エンディングリスト、あ、これですか。これが今見たハッピーエンドですよね。つよし君を網で捕まえるとこのクソエンドが見れます。でも見方によってはハッピーエンドかもしれませんね。主人公君の目標を達成すると見れるエンディングです。頑張って達成しましょう。あー、図鑑を完成させると見られるエンドです。隅から隅まで捕まえまくりましょう。工作で出来上がるものを、ものも虫として図鑑に載ります。各地にあるレシピをくまなくゲットしてください。まずは捕まえる前に調べる、これが鉄則です。調べる前に捕まえてしまっては逃がせば元に戻せます。レシピはほとんどが調べることで手に入ります。いろんな方法ありますね。とある方法で剛くんのカブトムシを圧倒的な力で倒すと見ることができるエンディング。とある方法で世界を救うと見られるエンディング。網を一回も振らずに剛くんのカブトムシを倒すと見ることができるエンディングです。この6つのエンディングを見ていくのがとりあえず当初の目標って感じなのかな。これまた初めからするのかね。また名前クソガキ。もうクソガキでいいや。クソガになっちゃいました。火を消してしまった。しまったな。クソガになってんな。あ、図鑑が全部失われてる。マジか。あ、そうか、これセーブしないといけないのか。日記でセーブしないといけない。あ、しまったな。セーブせずにクリアしちゃったから全部消えてしまってんのか。とりあえずもう一回集め直しましょうかね、全種類ね。そうしよう。さあ、ってことであとまあ5つエンディングがあるわけなんで、次回はまた別のエンディングを見に行きたいと思うんですけど、それまでの間に一回ね、図鑑のコンプリートを元戻しときましょうか。捕まえても逃がせば元の場所に戻るって話でしたからね。はい、ってことで次回は違うエンディングを見つけるために進めていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押してってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。